最後はね、あれですね。あれで締めるしかねえな。もう寒いですし。寒いですね。いや、俺らが温めてやるぜってやつだよね。あ、そういうこと、寒いですねって聞いてなかった。じゃあ、終わっちゃう、行くよ。うん、寒いですね。いや、俺らが温めてやるぜ、ついてこい。それでは、私たちのデビュー曲。恥ずかしい、今、ちょっと恥ずかしい。気合いに戻さないと。それでは、私たちのデビュー曲。
走りだったでしょ。あ、元気。え、元気みたいな。調子出てるみたいだった。大丈夫？もう感想言わない。風が吹いた。インフルエンザ。やめてやめて。やめて。うつすかもごめん。やめて。もう一回なるかも A型。はい、本当にアンコール。ありがとうございました。ありがとうございました。2回目。アンコール2回目ね。これからもうちょっともっとね。
2年生16歳のルイルイこと大関ルイです。2人合わせて特別
女子観光大使の女子元気娘です。よろしくお願いします。じゃあね、新しいものがちょっとね、ね、何これって思う人、はーい、はーい。でも今日初めて見たんですけど、これをつけて今日からは銚子電鉄を応援したいと思います。イエーイ。ってことで、ってことで、はい、じゃあね、行きましょう。それでは銚子電鉄の応援ソング、ミラクルトレインとビバハピを2曲続けて聴いてください。Go, go, 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 go
Ha ha ha.
それではね、アディあアディマーマイクか、マイクオッケー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 、あれ、あ、入った、いきなりの秒発珍しくルイルバイクトロッケ、そうだね、いつもの チームのチーム、はい、オッケーです、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、皆さんお待たせしました、私たちはですね、はい、なんて言うんだっけ、なんだよ、調子、調子観光大使の調子元気娘です、よろしくお願いします、ここは、はい、あの私たちがデビューした場所ということでね、そうですね、もしかしたらもしかしたら、すごい、私ここにやろうと思ったんですよね、うん、じゃあそこら辺に控室があって、その真ん前で、ね、最初の頃はステージやったんですけども、まあ、もっと広い場所を借りれられるということでね、まあ、盛大にやっていきたいと思いますよってことでね、じゃあ当日自己紹介でも、はい、行っていきましょうか、チーネさんお願いします、はい、皆さん、私がねこうやってほっぺたの中に手を置いたらいいいいねって言ってください、そしてその後4回目、そんな私がって言ったらチーネって言ってください、いきますよ、あんざん眉毛がいいね、元気でパワフルいいね、ずっと笑顔でいいね、そんな私がチーネ、はい、ありがとうございます、嬉しいね、なちねこと本近子です、よろしくお願いします、近子次ルイルイ、はい、皆さん、私が頑張って聞いたら大きな声でルイルイって言ってください、それでは行きますよ、歌もダンスも頑張ルイルイ、元気に楽しく頑張ルイルイ、今日も一緒に頑張ルイルイ、皆さんありがとうございます、高校2年生16歳のリリーこと関瑠衣です、2人合わせて特別調子学校大使の調子元気娘です、よろしくお願いします、去年の7月に私たちそこのね、あの東大の下で、はい、あのデビューさせていただいたんですけども、そちらに見に行ったことあるよっていう方っていますか、おー、ありがとうございます、じゃああれ知ってますか、え、コンチカココとチーネって言ったの。ちょっとさ、黒歴史なんですよ。しかもさ、あれ、なんだっけ、好きな食べ物は何ですかって聞かれたんですよ、教師の。そしたら、太陽の里でして、コンチカコさんがちょっと答えて、それで、え、イワシの角煮だよねってレイが聞いたっていうの。そうなんです、そういうことありましたね。めちゃ懐かしいです、ね。いや、何回も聞かれてて、建物、あ、食べ物だよ、食べ物だよって言ったんですけど。しかも、ピンポイントだし、なんかチェーン店っていう。ちょっとね、パンやらかしだったよね、パンやらかしだったんですよ、まあそういうこともありますよってことでね、じゃあね、じゃあね、まああの時はね、うん、まあ1曲しかね、披露できなかったんですけどもね、今回はなんとね、今日は何曲だ、 5? そうじゃないな、6だな、6ですね、ってことで、じゃあ初めに、はい、詳細のメモリーここに切らせて、ありがとうを3曲続けて聴いてください、靴紐ストップ、靴紐、それは大変だ、まあね、靴紐を確認するということはね、まあ激しいでしょう激しいでしょ、激しいでしょう、 OK、 じゃあいこうな、
の町ちょっと寒い地域の地は涼しく冬あったかい海と大地の幸は美味しいの絶景の芋坊や一年に続く崖の地ほどの愛が
いいですね、3曲連続。はい、なかなか疲れるっていうですね。まあじゃあね、これとはねちょっとねおさらばなんですけどもね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そしてこうマイマイ、あのあなくなっちゃった、マイマイ、あのあいつ何ですか、そう調子、あの大量にお魚が取れた時にね黄色衣装なんですけどもね、そうですね、かっこいいわね、かっこいい、うん、ここで照らせんときにね、そうですね、なんか調子焼き娘、もうこれ売ってないですからね、グッドフォーセールなので、そうですね、はい、ということで、とりあえずじゃあみんな、皆さんちょっとみんなね入り込んでくれたと思うので一回ね、深呼吸を入れましょう、せーの、今日一日楽しまないで、あれいない、ラスト1回だけ、じゃあまずまあね、これを持って、これをね、え、なんかこれをや、これを持ってのステージは初めての方も多いんじゃないでしょうかね、2回目ですね、うん、ちょっとあんまりね回数が使えないということでね、今日レアになってくると思います、どぜひぜひ目に焼き付けてって言ってほしいと思います、そうですね、でこれを持ったっていうことで、あの銚子電鉄応援ソング、ミラクルトレインと、あと、ももいろクローバーどうぞ、ももいろクローバー Z さんの行くぜ怪盗少女、2曲続けて聴いてください、大変お待たせいたしました、この電車は外川駅発の上り銚子行き電車です、頑張れ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 
い感じに並べてください。並べて、はい、もうちょっとね、こっちの方がいいかな。もうこっちがこういう感じですか。あ、そうね、あ、うん、これはちょっとこっち、あ、もうこれこっちに行きます。これはお前は30、あ、こういう感じです。あ、いいね。OK です。はい、ステージ整いました。はい、ステージ整いました。それで聞いてください。いくぜ、怪盗少女。はい、聞いてくれてありがとうございました。